はい、情報検証研究所の11月の8日です。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いしまはい。す。で、大統領選、はい、結果が出ましたとはい、いうことで、これね、もう当初は大接戦だと。うん。で、かなり時間かかるんじゃないかと言われてましたが、あっという間にできまし そうだよね。た。いや、ワシントンでそれなりに政治に詳しい現地の、人に聞いたら、やっぱトランプ有利っていうのは言ってたけども、うメデん。ィアはみんな大接戦と言ってたから、なんかどっちが正しいかなと思ったら、やっぱメディア間違ってたっていうことになるんだけども、うまん。あ、やっぱ所詮メディアは偏った報道をしてるってことなんだけども、で、個人的には今回大統領選で面白かったのが、トランプの勝ち方なんだよね。うん。つまり、激戦州、4年前負けたとこ全部取り返したっていうことうばっかん。り言われてるんだけども、アメリカのこの報道をいろいろ見てると結構びっくりしたのが、そもそもトランプって日本のイメージだとさ、その中西部の廃れた製造業の白人労働者のって言われてるじゃん。うんで、それがじゃあ頑張ったのかっていう感じになるけど、実は今回トランプ、白人以外、うん白人とかヒスパニックとかアジア系のトランプへの投票率が、格段に上がっていて、うんで、一方でこの白人の投票率は下がってるんだよね、トランプへうの投ん票は。だから言い方悪いけど、トランプが、元々の、彼の支持と母体と言われた、この、工場を製造業を廃れて、痛みを味わった白人、っていうのもあるんだけども、それ以上に今回、有色人種の支持が高まったっていうことが勝因のようなので、うそう考んえると、多分こういう、非白人に共通するのは、やっぱりインフレで物価上がって生活苦しういよんねと。で、あと違法移民が増えちゃって困るよねうんと。つまり、正しい手続きで、移民として入った人はさ、逆にこの違法移民を憎む傾向があるからさ、うやっんぱそういう部分、ですごく、やっぱり怒りがあったから、バイデン政権、民主党政権ダメだからトランプに行ったっていう感じになるのかなと。うだからんそう考えると、実はほらヨーロッパもさ、いろんな国で選挙があると大体極右とか勝ってるけども、その原因ってインフレと移民だからさ、うんそれと同じことが起きたっていう整理になるのかなと思うんだけどね。うんだから2016年に起きたことのね、それがより幅が大きくなったっていううことのん、ように見えるんですよね。だからうん、2016年も全く同じ状態で、だから民主党政権で、その本当に弱者のことにね、目うを向ん、けた政策がなされてないじゃないかとういうん、不満が溜まって、で、ラストベルトのその白人の労働者がうみんん、なトランプの方に行きましたといううことん、だったわけですが、で、今度はそれが有色人種、特にヒスパニック系がもうかなりトランプの方になってますよね。イエス、っそていうところに触れたというね、う。だからその民主党が政権をやると、必ずその現象が起きるとそうだね。いうことになってきてるように見えますね。だからその延長で考えると、実は日うん、本の衆院選でも同じことが起きていて、うんやっぱ高齢者とか低所得者ばっかり優遇しようとしていた与党が結構愛想つかされて、うやっぱ現ん役世代の取得増やそうっていう、やっぱりインフレが続く中で、みんな苦しくて怒ってるテーマを言った国民民主が勝ったっていうのは、それに近い部分が若干あると思うんだよね。うんそこまでドラスティックな変化ではなかったんだけどさ。うんだからやっぱり、そう考えると、今の政党で実際の市民の、怒りとか、悩みとか、願望をしっかり救い取れてないっていう部分があるのかなっていうのが、いろんな国に共通する気はするんだろうね。そうですね。だからこれアメリカのケースで言えば、その伝統的な保守と伝統的な民主党がどっちもダメで、だからそのトランプみたいなね、その異う業ん、の政策を唱える人が出てきましたとういうんのが、日本で言うと国民民主党がそれに当たってるとそう。まさいうにそ状ういう態こでとすよだね。よね。はあとい。はアメリカに関してハリス負けた理由の一つはさ、やっぱり民主党がさ、ちょっとエリート集団的になりすぎちゃってて、うん。やっぱりそういう一番の支持母体である労働者と離れちゃったっていう部分はあるはずなので、うだかん。らアメリカの民主党の再生は結構大変だと思うけどね。そうですね。本当はバイデン・ハリス政権ってそんなにエスタブリッシュ的じゃなかったとは思うんですけどもね。でそもれでもそうなんでしょうね。結局エリーティシズムみたいにアメリカのもう言わんれていて、うで、ん特にハリスはより一層そういうイメージがあったみたいだからさ。うんだから、そういう影響もあったと思うから、やっぱり市民と政治家の間の距離がだいぶ離れちゃったのかもしれないよね。うんいろんな国共通で。そうですね。うん。で、そんな中で、今回であれば国民民主党の現象とか、都知事選であれば石丸現象とか、そういうね、市民にこう近い政策を発信できる人たちっていうのが、こう、急に支持を集める。だからヨーロッパでも、極右政党が支持を集めるっていうのはそれに近い。そう、だからこれってよく言えば市民に近い政策をってなるけど、悪く言うとポピュリズムじゃん。だからなかなか悩ましいよね、評価は。そうなんですよね。いや、だからちょっとね、国民民主党っていうか、今の日本の政策の問題はまた後でお話をしたいと思いますが、ちょっとじゃあそれはまた後にしましょうか。で、アメリカの話を先にしてしまうと、議会の選挙も合わせてやってるわけですが、で、共和党は上院過半数になりました。でも、下院は今の時点でもうほぼ過半数になると、いうことなんで、まあ、かなりこう、共和党っていうかトランプ政権がこう、権力を掌握する形の運営になりますと。っていうかもうほぼこれでトランプオールマイティーになるよね。そうなんですよね。いや、だからね、これねじれ状態になってるといろんなことが進まなくなるっていう、まあ問題はもちろんあるわけですけども、これトランプ政権のような政権で考えると、やっぱりチェック役がいなくなるって、ちょっと危うい。そう。だから言い方悪いけど、トランプでいろんな評価あるけども、やっぱり客観的に見てた民主主義とは若干違うさ、独裁者的要素を持つ人じゃん。で、それがトリプルレッドで何でもやれるとなるとさ、これより一層本当に、いろんな問題、単にアメリカの国内問題限定しないで、安全保障関係、対外の経済関係も含め、本当に好き勝手より一層やりかねないから、これは日本からしても非常に難しくなると思うけどね。そうですね。あれも国内でチェックできなくなっちゃうという恐ろしい状況ですから。そう。で、かつての第一次トランプ政権の時には、アメリカの国内でね、抑えられないので、安倍さんにお願いしますよと。で、国務省の人たちなんかよく話をしに来たということだったわけですが、今その役割を果たせるのは誰なのか。っていうか、そもそももうトランプ一回やってるから自信満々で誰の言うことも聞かない気がするからさ。で、それで誰も議会の構成上チェックもできませんということになると、本当、第一期以上に暴走のリスクはあると思うけどね。そうですね。まあ、それであとは日本との関係で言うと、まあ、これいろんな安全保障の問題とか経済の問題とか、まあいろいろありますけども、経済の問題で言うと関税の引き上げやると言われてます。いうことですね。それでまあだからトランプって結構言うことコロコロ変えるからさ、どこまで真面目か分かんなくて、つまり真面目に世界中からの輸入に関税かけたらさ、これ明らかにさ、アメリカの国内物価上がるわけですよ。で、そうなるともう間違いなく金利下げるどころか上げざるを得なくなるわけですよ。で、当たり前だけど円安になるわけですよ。でもトランプはその一方でアメリカの製造業のためにアメリカの通貨強すぎるの良くないとも言ってるわけでしょ。で、加えて権利は低い方がいいって言ってるわけでしょ。言ってることが支離滅裂だからさ。だからどっちに転ぶか分かんないけども、少なくとも真面目に関税かけたら、これは日本にすごい影響があるよねと。残念ながら。そうなんですよね。まあそれで少なくともね、現時点で、円安方向に触れるというのはすでに起き始めていて、で、そちらに傾く可能性が高いとなると、これまた日本の国内への影響でいうと、物価はどんどんと上がっていきますと。で、一方で輸出は、制約されるので、で、経済は悪くなります。っていう悪い状態がどんどんと進んでいって、で、日本はなかなか金利を上げることはできなくなる。で、一方で、金利下げ、いや、経済悪いからって言って、下げるわけにもいきませんという状態になり、そうなると結局どうなるかというと、どんどんと財政出動する、ばらまきをやる。だから怖いのが、すでにさ、補正予算も13兆を超える規模とか、わけのわかんないこと言ってるでしょ。だから需要不足をはるかに超えちゃうわけなんですよ。で、そうするとさ、これだけでも物価上がるわけよ。過剰なばらまきで。まさにバイデン政権が過剰な予算措置でをやってさ、で、物価上昇を強めちゃったのと同じパターンになるんだよね。だから下手したら来年はこの円安プラス、政府の異常な財政支出でより一層物価が上がるってことは結構真面目にあり得ると思うんだよね。どうすんだって感じだけどね。まあ、そうですよね。だから経済悪いんだけども、どんどんと金利を上げていくっていうね。だから結構厳しくなると思うよ。だから、うちょん、っと、マクロ経済運営大丈夫かなっていう、そこに影響は大きいと。そうですね。いや、だってこれ、もともとね、そのトランプ政権になるが決まる以前から日本のマクロ経済政策はめちゃめちゃだったわけですから、これ金利とその財政出動とかね、そのう全ん、く整合していないといううマクロん、経済政策をやってきてたわけですよね。で、それがさらに加速をしかねないと。そう。だからちょっと、とね、そう考えると来年は、かなり経済運営は大変なことになるし、そこでどうやるかっていうんで政権の真価問われると思うけどね。うんということで、ちょっと安全保障の話とかもありますけども、ちょっとまたそれは次回以降にして、そう日ね。本の経済政策の方に移りまうすん。と、当面その経済対策はいにはついはいい。ての与野党の協議をやっていますと。うん、で、もう今ともかくね、この年収103万円の壁、このう話ん、ばっかりですよね。うん。トリガー条項とかもあるんだけれども、今ともかく最優先はこの年収103万円の壁をどうするのかといううことん、で調整をしていますとういん、うことなんですが、これ一応岸さんも一緒に出しましたけど、制度規制改革学会はいではい。103万円の壁についてとういうん、ので提言を出しているので、ちょっとこの、表も後で出しておきますけれども、うん、まずこれね、その、基礎控除の引き上げうにつん。いて、103万円の壁とかね、年収の壁だって呼んでること自体が大間違いです。うん。っていうことであり、これうん。103万円の壁っていうのは、確かに、その学生のアルバイトの場合にはないわけではない、ないわけではないというか、一応あって、うその、ん。親の扶養控除の基準から外れるっていう、そこは問題なんですよね。そうだよね。基礎控除に関しては、別に103万円を超えたって、ごくごく少額の所得税、住う民ん。税がかかるだけですから、うそれん。別に壁になってないんですね。少なくとも壁そをこは超え連る続と、的に増えるからね。だから壁っていうのはその壁を越えちゃうと、そうの途ん。端に年収が手取りが下がりますといそううのをそう。壁と呼んでいて、うん。自分の所得税、住民税に関してはこの問題ないんですよ、基本的に。そう思う。なので、この103万円の壁を解消するために基礎控除を引き上げます。こうれ、ん。そもそも間違いで。うん。で、これを、その扶養控除の基準のところを見直したいんだったら、別に扶養控除の適用基準だけ直しゃいいんですね。それで済むよね。で、そこだけ直せばいいし、からさらに言えば、これ、多分、その、引き上げるという方向になるんでしょうけれども、で、扶養控除の適用基準をね、その178万円にしたら何が起きるかっうていん。うと、これ、新しい178万円の壁っていうのはできるだけなんですね。で、確それをかに超え今るはと、お父さんの扶養控除うがん。いかなくなっちゃって、急に税金上げるからやめろって言って親から言われますというう問ん。題が同様に生じるわけで、うん。で、もちろんその学生のアルバイトでそんなに高収なのっていう指摘はもちろんあるんだけれども、今、なんだろうな、IT 関係のアルバイトとか時給高いですからね。簡単に稼げるよ。178万円って別に普通に超えちゃうんですよ。大した金額じゃないと思ね。っていうことを考えると、これ壁を本当に解消しなきゃいけない。う。で、壁を解消する方策のは全然議論してないんですよね。そうなんだよね。で、これはそのさっきのその制度規制改革学会で提言をしてるのは、壁をね、だんだんこの控除額が減っていくようにすればいいんです。うんうんなんうかいんきなり壁を越えるとドーンと下がりますとうん。ういん。うことになってるからおかしくって、だんだん下がっていくことにすれば、うん。壁を越えたら急に手取りが減りますっていうのは起きないんですよね。うん。で、実際に今、配偶者についてはそうなっていて、配偶者特別控除ってだんだん控除額が減っていくんで、う壁の問ん。題ないんですね。配う偶者。ん。うん。主婦うん。のパートに関しては。うん。この、所得税に関する壁っていうのはなくなっていて、ういや、そん。れと同じようなことをすりゃいいだけじゃないですか、とういん。うことなんですけど、今ね、そういう議論を全然やってない。だよね。で、加えて言えばさ、壁落ちたら大変という意味の壁って考えるとさ、うん本当の壁は106万とか130万じゃん。全くそうなんです。つまりそれを超えると今度社会保険料がかかりますと。うん。かかった瞬間、年間20万ぐらい社会保険料を負担するわけだから、うこれ明ん。確に取得下がっちゃうじゃん。うん。だから本当に壁をなくしたいなら社会保険料の方の議論もしっかりやらないとおかしいはずなのに、それは全く出ないよね。うん。これもおかしいと思う。うんそうなんですよね。まだこれ、130万円の壁とかの方がね、大きい、重要でしょっていう話はまあ、メディアではさすがにちょっと言うようになってきましたけども、うん、まあ、とりあえずは第一歩として基礎工事を上げればいいんだっていう思考になりがちなんだけど、それ全然話違いますから、ね。そもそも不要工場でしょって話だよね。うん、そうなんですよね。いや、で、まあ、念のため言っておけば、別に基礎工事を上げること自体はね、これおかしくないんですよね。これは合理性はあるよね。うん、だからこれ30年間ずっとほっぽってきたと、上げずに来たっていうのは、これは財務省がこっそりと増税をやっていたっていうことなんで。まあね、まあね。うん、実質的にはね。いや、だってまあ、物価はそんなに上がってなかったにしたって、その賃金はそれなりに最低賃金なんか上がっていたわけなんで、うん、でそれを考えたら、その基礎控除だけ上げずにずっと30年放置しました。これは、うん、実質的には増税をやっていたに等しい。だからまあこれを解消するっていうのは、それをやったらいいんだけれども、ただ一方でこれいきなりじゃあね、その30年分を取り返すんですかとかね。まあ、いろんなことを考えないといけないですよね。うん、そう。で、しかも扶養控除の議論を全くしないで終わっちゃうんですかっていうのもありえないし。うん。まあ、それを年末までにできるかな、しかし、税制改正の大綱をやるとして。うん、時間のないままにともかく結論を出さないと政治的に石破政権が潰れますということでね、協議がなされてるんだと思うんですが、これ最悪ですよね。うん。本質的な課題をやらずに、ともかく基礎控除を上げて、なんか壁を解消したことにしましょうみたいなね。そうだから時間がないから、扶養控除とかまでしっかり議論できないで、じゃあ最後は国民民主の主張を入れましょうと、ただ178万きついから足して2で割ったレベルだとかさ、それぐらいで終わりそうじゃん。そう。もうさらに意味がないですからね、その120万円の壁とかね、新しく作ってどうするんだよ。そうだよな、本当にな。だからちょっと非常に見苦しい。でも結果としてはなんか予算ばらまきにしかならないっていう形になりそうだよね。そういうことですね。まあ、まあなんだろうな、ポピュリズム的なというまでは言わないにしても、やっぱりこういう政策が受けると。まあね、まあね、そうなっちゃうよね。っていうことの表れの一つですね、これはね。そうだね、厳しいな。まあ、ただこれ、自民党もうちょっと頑張ってほしいと思いますよ。だって、今言ったようなね、話って、自民党の人たち、本当は分かってるんですよ、みんな。ちゃんと分かってる人は。うん。で、それなのに、その政治的にもう今回、国民民主党の案を飲まざるを得ないとかね。うん。いう話に引きずられていて、ちょっと情けなすぎますね、これはね。うん、だから本当は、いや、だから、そもそもこの引き上げるのは合理性があると思うし、ある意味でこの国民民主党の主張はさ、自民党がこれまでしっかり対応してこなかった現役世代の問題を政策に取り込もうってことだからさ、方向性悪くないんだよね。中身が良くないからさ、そこをしっかり議論すべきだから、本当はそういうちゃんと問題点、改善策を自民党の側がどんどん言わないといけないはずなんだけども、それが全くないっていうのもひどいよなって感じがする。ああ、そうですね。だこの自民党がまずね、そういうまともな主張をしないといけないし、それからもうメディアもみんなでね、この103万円の壁の見直しなんだとかって言ってるね、このメディアも間違ってんですよ。うん、そうなんだよね。だからそういう意味だと、まあ税調での議論になるはずだから、税調のメンバーの人たちは正論をしっかり言って頑張ってほしいけどね。ああ、頑張ってほしいですね、これはね。はい。一旦そんなことですかね。それから、政治資金法の再改正立憲民主と国民民主で会談をして年内の規正法の再改正で一致をしました。それから自民党政策活動費の扱いを検討して年内に規正法などの再改正へということで方針を確認しましたということなんですが、まあこれはもう政策活動費はさすがにやめるんでしょうよ。うん、だから多分政策活動費はもうほぼ間違いなく終わるだろうねと。第三者機関もとりあえず絶対、まあ、できるだろうねと。あとはまあ月100万の、旧文書交通費もやるだろうねと。だからそれを超えて、じゃあ企業とか団体の寄付を禁止までいくかどうか。これも個人的には一番注目してるんだけどね。で、僕は個人的には、企業の寄付を本当に全部禁止しないといけないのか、それで透明性確保の問題の方が実は大事じゃないかって気はしてるし、ちなみに国民民主党の玉木さんも同じような感じのことを言っていて、ただ彼は全野党が企業の、寄付、禁止にするならばそれ反対するもんじゃないって感じのことを言ってるので、この部分がどうなるかっていうのが多分焦点かなって気はするけどね。そうですね。まあ、企業団体献金とかね、その政治資金パーティーで企業団体が大量にパーティー券を買っていますっていう問題は、結局そういう企業団体の意向に引きずられて政策が作られてませんかという、その政策の歪みの問題なわけで、そこをどう解消するかなんですよね。で逆にちゃんとそういうお金の動きの透明性が確保されるならば、そこでカバーできる分は結構あると思ってるんだよね。うん。だからどうするのかな、そこどっちを選ぶのかなっていうのは個人的には非常に、関心はあるけど。そうですね。まあ、そこはね、私はどっちかっていうと、もうこれはできるだけ制約すべきではないかっていう、私はその意見ですけれども、透明性を確保してもね、今だって、医師会が大量の政治献金をやってますって、もう公開されてるんですよね。それで堂々と歪められてると思います。まあ、そうなんだけどね。そこはね、やっぱり一定の制約は課した方がいいと思いますけどね。だからなかなかどっちの道で大きくかでだいぶ分かれるから難しいんだけどね。まあ、でもこの問題そろそろ決着つけないとまずいと思うんだけども、ただもう一個個人的にこの問題の延長で気になるのが、じゃあこの政治資金法の改正をやったら国民の不信であるとか怒り自民党に対するものね、解けるのかなと。解けないと思うんですよ。で、やっぱり国民の怒りの一つには、今回、まあ、裏金と称される政治資金で問題になった人への対応ってのあるわけじゃん。だからそれが、要は世の人の反応が怖いから、萩生田さんみたいに非公認で勝った人も会派入りだけで自民党に不当になってないわけじゃないですか。でも本来は、やっぱりこれ、原君も雑誌の原稿で書いてるみたいに、やっぱ裏金っていうのは、それ、政治資金収支報告書に書いてないことも問題だけど、それ以上に、それを、じゃあ、記載されてないお金を不正蓄財とか私的流用したら本当に問題なわけで、そこの部分のしっかり峻別っていうのをやらないといけない。つまり、岸田政権が金額でいい加減に来た変な対応をしちゃって、石破さんも結果的にそれ引き継いじゃったから、なんか中途半端なわけで、本来石破さんが総裁選の時言ってたみたいに、その裏金議員一人一人と向かい合ってっていうのをやって、で、ちゃんと実際の事実がどうするんだっていうのをしっかり対応しきらないと、結局ダメだと思うんだよね。だからそこをやらないのかなと、やる気配が全くなくて政治資金法改正だけかいと、気もするわけ。いや、全くそうですよ。いや、だからこれ、ほっとくと何が起きるかっていうと、参議院で、また同じ、参議院選挙とね、来年、同じ問題が起きて、で、不記載にしていた、旧安倍派と旧二階派の人たち、今度改選になる参議院議員の人たちはね、またみんな裏金議員と呼ばれるんですよ。だから多分野党は政治資金法の改正だけやれば、少なくとも自分たちの手柄があって自民党を叩けるっていうから美味しいはずなわけよ。で、だから本来自民党が自分でやる気にならないとこの部分解決できないんだよね。なんか自民党がなんか政治資金規正法の改正動いてるのは多少対応しながら、このじゃあ、政治資金問題を起こした人の対応をなんか臭いものを蓋するみたいにまた全て止まってるからさ、これが一番ダメじゃないかと思うんだよね。そこはね、だから、石破政権に、これ、まあ、前も言ったかもしれないですけど、石破政権にせっかく変わったんだから、そこは再調査をちゃんとやるべきだったんですよね。だから選挙前、時間なくてできなかったなら、今ちゃんとやれよってことなんだよね、時間の余裕は。それやんないと参議院選挙でね、結局自民党また大きく負けることになるんで。同じこと繰り返しよう。一旦もう、処分もした話なんだから、蒸し返すなっていう意見はあるんだけども、これ、ちゃんと蒸し返した方がいいと思いますよ。で、蒸し返して、やりすぎましたとか、そういう反省も含めやればいいんで、ちゃんと。でね、蒸し返して、いや、この人たちは別にね、不正な、蓄財も、私的流用も何もしてませんでした。いう人はもう真っ白でしたって言って、ちゃんと明らかにしたらいいんですよね。で、一方で、確かにね、裏金の変な仕組みを作っていたわけだから、その責任が誰にあったのか、これがいい加減になってるという、ここが最大の不審な点で、ちゃんと明確にしたらいいんですよね。それを生み出しきらないと、来年東京都議会議員選もあるし、参議院選もあるのにさ、また同じことで叩かれ続けるわけですよ。もうそんなさ、問題してから2年経って同じことでやり続けるのかよと、いかに自民党がダメかってことじゃんっていうふうになっちゃうからさ。だから本当は政治資金規正法の改正だけじゃなくて、自民党それしっかりやるっていうのが不可欠なはずなんだけども、どうするのかなという気はするけどね。そうですね。はい。まあ、石破政権はね、どっちみちもう先が長くないと言われてるんだから、自民党内でね、多少その反発があってもね、その再調査をしっかりやるとかね、それやったらいいと思いますよ。と思うね。そうなんだよね。うんはい。あと何かありますか？まあ、あんまり今何も動いてないからこんなもんだよね。国民う民ん。主の壁ばっかり言われてるから。はい。本当に歪んだ間違いが横行しちゃってるから困るなと。そうですね。まあ、しゃあない。はい。じゃあ、そんなことですね。